はい、こんにちは、総合監督と申します。 eFootballウィークのチャンピオンズカッツ、今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ今回ですけれどもね、まあ、フランス代表キャンペーン、北野と一緒にですね、ナショナル2024フランス代表、そしてスペイン代表が登場しましたということで、早速ね、内容の方を見ていきたいと思います。いやでもフランス代表ってね、最後まで置いとくんかなと思ったけどね、まさかこのタイミングでのね、搭載になりました。あと残ってるのはオランダと、クロアチアとでポーランドが、まあ、最後はこの3カ国が来るのかなという感じですね。まあ見ていきましょう。キリアン・ムバッペ、やっぱりここは来ました。フランス代表の王様ですよね今ね。ゴールデンストライカー、ライジングシュート、そしてセレクトが、ソニック・レールにスペクタクルドリブルか。できればやっぱりソニック・レールつけてウィングで使いたいなという印象ですけれどもね。まあ中央に入れてもね、強そうですよね。そして、スキルチャーセンスがトップスコアラーです。どうなんかな、まあ僕のチーム的にはでも右のウィングがやっぱりね欲しいんでね。ただ右のウィングでエンバペ使うのかって感じですけどね。なんかちょっと脳筋的な使い方ですよね。まあもらえるのであれば、獲得できるのであれば欲しいっちゃ欲しいです。なんかペレスみたいな感じですね。さあ次、ロドリゴ・エルナンデス、こちらですね。まあまあまあ、もう、カスタムセンス持ちの常連ですね、もうここは。ロドリゴ・エルナンデス、ガソリンタンク、アーチパス、そしてセレクトがインビジブルカットにドロップシュート。まあ、ここもね、まあ僕の持ってるロドリは、まだセレクト持ちなだけなんで、カスタムついてないんで、ここはちょっと乗り換えたいなっていうね、思いはありますね。そしてカスタムセンスがバックライナーです。どうやろう、まあでも欲しいっちゃ欲しいですね、ここもね。なんかそこまで欲しいかと言われたら、エンバペもロドリゴもそこまでなんよな。そしてまあアントワーヌ・グリーズマン、まあ、ここはな、多分当たっても使わんかなという気がしますね。ゴールデンストライカー、オフェンスブレイク、そしてコントロールドライブに、ポルスナインがセレクトか。でトップスコアラーがカスタムセンスと。まあ、フランス代表できたらやっぱグリーズマンとエンバペかぶっちゃうよなって感じやもんな。いやただここはな、でも結構ねグリーズマンに関しては普通の星5のグリーズマンを、まあ、毎年毎年結構獲得してたんで、まあ、上限レベルは結構上げれるかなという、感じですね。そして、テオ・エルナンデスですね。やっぱりここ来ましたが、中アメに選ばれなかったな。いや、テオ・エルナンデス、ガソリンタンク、ボールハンター、そしてセレクト部分がディフェンスリーダー、ワイドレンジクロスターですね。まあ、ここはなんかイヤオンなしになんか強そうな感じありますけれどもね。ディフェンスリーダーつけるというより、やっぱりワイドレンジクロスターで、サイドからの攻撃力を発揮したいなというところだと思います。まあ、ただ、テオもなぁ、でもカスタム、まあ、センス次第ですね。まあ、ついたセンス次第で使うかどうかなって感じですね。まあ、ただ、うちの、まあ、のメインの方は、ワイドレンジクロスターついてないんで、持った選手いないんで、ここはちょっと欲しいですね。こういう時に限ってなんかこういうセレクト持ちとかできそうですよね。そしてペドリ、アーチパス、超絶トラップ。で、セレクトの方がダブルタッチドリブルにドロップシュート。ここはちょっと微妙やな。普通って感じやな。普通。普通や。グレード114。めっちゃ普通のペドリやな。そして最後、アルバラ・ボルタ。これゴールデンストライカー、ポストプレイヤー、そしてパワフルヘッダーにターンドリブルが、セレクトと。いやー、モラタはな、正直僕ね、モラタね、2年前ぐらい、ちょうどワールドカップぐらいの時期に、モラタって絶対的なスペイン代表の選手じゃなかったんですよね。なんか結構移籍も繰り返してるし、で、スペイン代表で言うと、モラタ使われることもあれば、アセンシオ使われることもあったんで、そこまで成長すると思ってなかったんで、まあ、成長するというか、そこまで、ここまでセレクトになると思ってなかったんで、もう星5になるのままならないぐらいの感じだと思ったんで、打っちゃったんですよね、もうほぼ。全部持ってるモラタ全部打っちゃって。なんで、ここはちょっと当たるとな、もうすでに育成がすごい難しいなっていう感じです。はい。当たったらちょっと後悔しちゃうもんな。で、パワフルヘッダーは強いんですけどね。で、リミテッドの、バージョンが、配信期間が3月15日、ということでね。なるほど、なるほど。スーパートレイン、で、次のイベントはスーパートレインキャンプですね。一応なんか、中アメに時点ですね、もうこれ。ティオエルなんですの下なんで、ワンチャンここがセレクトついてもおかしくなかったかな、っていう感じはしますね。まあ、ただなんか、アッシュ系で、本当になんか、
ついてくれたら嬉しいですよね。で、キングスレッコマン、まあ、この辺は常連かメニアン、パメカのトゥラム、そしてスペインの方がペドリ、モラタにガビ、うん、なるほど。でカルバハルね、この方も惜しいみたいな感じか。いやでもな、皆さんやっぱりねラポルテ期待した方もいると思うんですけれども、ラポルテに関しては超絶弱体化されてました。左サイドバックの適性もまあ薄ければ、スキルもね片っぽ B ってことで、まあ、かなり微妙になってましたね。もうあれではちょっと使わないかなって感じです。やっぱサウジアラビア移籍が影響したのかなという気がします。はい、ということで、それではね、いつも通り、新しいガチャ来たので、メインアカウントで2蹴り、していきたいなと思います。これは正直ちょっと今回はスルーしてもいいかなと思うんですけどね、なんかメインじゃなくてサブとかサードとかで引いてもいいかなと思うんですけれども、まあまあとりあえず引いとこうかなと。まあこういう時に限って引けたりするんやけど、いやどうやろうな、なんか引けなそうな気はすんねん。まあとりあえず行こうか。フランス、スペイン代表ピックアップ中1連ガチャ2回行きたいと思います。1回目はもう星5確定じゃないんで、でも星5出てくれたら嬉しいですね。金旗舞うか、舞わないですね。うん。金旗ただもうかなり選手多くなってきたんで、出やすいとは思います。金旗とか舞いやすいけど、その中でも当たりにくいみたいな状況にはなっていきます。もう星5引けたんで、これはね、嬉しいです。ありがとうございます。さあ、昇格するかどうか、見ていきましょう。本当に選手がね、もうナショナルだったら新しいのばっかになってますからね。ていうか、ナショナルじゃなくても結構新しい選手多かったりして、ワクワクするよな。さあ、お、ホセルや。ホセルもおったんやね。全然見てなかったわ。ホセル星4やった。だとするとやばいんですが。そして、あー、エンクンクもこの辺の可能性ありますね。そしたらレギュラーとかなんかそういう普通の、ナショナルの星5の可能性あります。このピックアップじゃない可能性がある。さあ、結構まあまあ上がってるか。あー、やっぱそうか、ラフィーニャ。ここ2回目やな。OK。ということで、次、参りましょう。ラストですね。まあ、ここは次はピックアップ選手カード1枚確定なんで、ここででも金旗舞うと正直熱いんじゃないかな。なんかそんな気しますね。114、113。そうやね。チュアメニコマン。まあ、ガビとかか。なんか当たる気すんな、ここで。金旗出たら。OK、行きましょう。お願いします。さあ、なんか、まあまあ、もうちょい痛いわ、これはもう。なんか、とん、まあまあまあ、しゃあないな。まあ、普通の当たるやろな、これな。しゃあない。しゃあないとはしゃあないんやけど。そん中でもちょっとなんか使いやすそうというか、なんだろうな。チュアムに当たらんのか。当たらんことないかもしれんけど。金屋で昇格するかもしれんからな。誰やろな。パッと出てこへん。もうそれこそなんかラポレとか当たってしまいそうな気するけど。ほんまにそうやな。ダルミアのところが当たったらさ。8連目がネベス。そして、わかんない。ラーセンか。ノルウェー代表ね。はい。まあ、ここまでは普通です。さあ、11連目いきましょう。もう、超絶上がってほしいやな、ここな。上がり、あ、結構いいぞ、結構いい、結構いい。来てないな、ラビオ。うわー、ラビオかー。ここも妖怪持ってるな。これ前までなんか、星4やったっけ、星3やったっけ、なんか結構持ってた気すんねんけどな。なんか、ワンチャンキラーでもある可能性がある。でも、こんなの使わんもんな。パーフェクトスティールフライスレバス。いやでもラビオがなんかこの先セレクトつくか言われたらかなり懐疑的な目をしなきゃいけないんだよね。ここはないかやっぱり。ここはセレクトにはならんわな。まあまあなんか趣味でちょっとね、レベル上げるみたいな感じで、星4とか合わせて、まあそれで条件突破完凸できたらいいかなっていう感じです。はい。ということで今回ね、まあフランス代表、スペイン代表のピックアップ11連ガチャ引いてきましたが、渋い、とても渋い結果になったと言わざるを得ません。はい。まあ、次のガチャでね、期待しましょう。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。